今月のとどろきはリモートでテーマトーク延長戦、そしてステイホームな名場面も。いや、これマジでゴキブリゴキブリね。あー、鎧モグラってゴキブリはね、かっこよくていいよ。何それ。うん、あの東南アジアだったかな、あたりにとか、まあ、いわゆる南半球のあったかいところに住んでるやつなんだけど、あのね、ゴキブリなんだけどね、動きが遅いの。なんかすばしっこいイメージあるもんね。それこそ鎧モグラって名前の通り、鎧すぎ、そこ厚いから、うん、のっそりしてるの。あれはね、ゴキブリだけど、これは押せるなって思ったね。これ鎧モグラっていうのをね、あるゲームでは鎧モグラが好きで、それをエンブリムにしてるっていうロボットゲームがある。いやー、だからね、鎧モグラはね、ゴキブリの中ではかっこいいなって。それこそ今 YouTube で ねゴキブリをね使ってなんかいろいろやってるね、虫関係の動画ってあるんだけどね、あれも見てるわ。いや、ゴキブリね、アリに負けるんだね。そうなんだ。あのね、弱ったらね、アリに捕食されるのね、ゴキブリ。そうですけど、あの、意外と喋れるんですね、ちゃんと。俺も実は思ってた。なんだろう、ゴキブリはね、見慣れたとは言わないけどね、あの、好きな種類が1種類あるとね、他のゴキブリもね、ああ、こんな感じかってなるね。ただ、本物出してくんじゃねえぞ、マジで。飛び上がるからね。お、宇宙人。信じます。まあ、俺らが生きてるんだから宇宙人もいるだろうっていう理屈的に言うとね、いるとは思うんだよね。ただこのオカルト系の話ってさ、するとさ、あのね、陰謀論だなんだでさ、また怒られるじゃない今のご時世さ。だって一体タレントどうだい、袋叩きだぜこんなさ、うん、一流芸能人が宇宙人関連でトークしてみ？一流芸能人一流、お前いつから一流になったのよ。間違えた、五流芸能人です、まあ、五流タレントが陰謀論言う分にはいった、いや、ただでさえ売れてない陰謀論言ったら逆に無理だ、干されるわじゃあ次ね、これ言ってみるわ。ジンギスカン。いや、こういう時期だからこそジンギスカンやりたいね。番組では以前、ステイホームでジンギスカンパーティーを行ったことが。番組 MC 佐藤壮介の一人暮らし開始を祝って、番組スタッフが無許可で壮介の自宅に潜入、ジンギスカンパーティーのセットを組み、壁中にジンギスカンの匂いをたんまりとつけてやったのである。そして私江戸川が部屋でこんなものを見つけちゃったのである。何、待って、何やばい、え、お前よなんでさ、あのこういうものをさ、ちゃんと見つけちゃうわけ。なんでこんなものをちゃんと見つけるんだよ。ダメじゃないこれ。あいつの趣味も。マジか。知りたくなかった。何も知らされないまま自宅へ戻ってきた宗介。スタッフにより、たんまりとジンギスカンの匂いが染みついた部屋に戻ってきた彼のリアクションとは。ジンギスカンじゃねえかで、あの椅子どうですか、どうですか。早速引っ越してきて一発目、臭い臭いジンギスカンをやられる気持ちは、うん、ファブリーズ持ってこい。これ、これ欲しがる人いる？陽水の最新情報。そう、陽水とは現宗介マネージャーの佐藤陽水のことである。彼は以前 SSK ラジオの映像番組に出演、その
ぽっちゃりとした体型が特徴である。あ、最近ちょっとね LINE でちょっと話したんだよね、うん、あの今あれなのよ、今リモートワークやってるって、あいつ、はい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 、もっと増えるよ、あの腹回りが。だってあいつ言ったもん、ああゴールデンウィーク中がこもらなきゃいけないなと思ってチョコパイを買い込んだってさ。やべえな、ロッテのチョコパイ。マジで。あいつもっと太るぜマジで。やばいな、チョコパイはやばいわ。俺あるんだけど、陽水ヘッドラインニュース。何やんの？陽水痛風になったって知ってる？いや、あのね、痛風初めて聞いたけど、まあなるだろうなって感じ。あんな体型だもん、むしろ痛風なんなかったらおかしいって。痛風になって今通院して服薬治療中っぽいよ。あいついくつだっけ？あ、26か。お前と同い年だよ。双子だろ。26で痛風か。これ需要ねえだろ。じゃあ次行こうか。喋れちゃってるけどね。これ行きまーす。これは無理だぞ、野村克也。野球あのね、亡くなったね。そう、ノムさん亡くなられたね。もうちょっとノムさんのさ、モノマネとかできそうじゃない、うん、あんた、どうですか。マー君なんだっけ、何不思議な子だったっけ。マー君神の子不思議な子じゃない。そう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 、マー君神の子不思議は、マー君神の子不思議な子。ちょっと似てる。ちょっと似てるけど。いいぞいいぞ、ブラッシュアップするか。そうね、ちょっと野村克也はちょっとモノマネのレパートリーに加えるか、動画見てね。勉強しようか。ちょっとそれを陽水に変えてやってみてください。陽水変えて、陽水神の子、うん、って野村さん風に。そうそうそう、野村さん風に、はい、陽水神の子不思議の子。あ、滑ってるぜこれ。どうすんのよ。次回のトドロキはリモート企画第2弾、フリップトーク、住みたい街、そして北海道の道の駅について宗介が語り尽くします。お楽しみに。